デンゼル・カリーはアメリカ合衆国のラッパー、歌手、ソングライター。フロリダ州、キャロルシティで育ったカリーは小学6年生の時にラップを始め、2011年にファーストミックステープの制作を始める。フロリダのアンダーグラウンドラッパーであるスペースゴースト・パープに影響を受けていたのもあり、ミックステープは後にハープのソーシャルメディアでフィーチャーされた。地元で注目を集め始め、 カリーは後にパープのヒップホップグループ、レーダークランに加入。カリーは2013年にレーダークランを脱退。まだ高校生だったカリーはデビューアルバム、ノスタルジック64をリリース。その後2015年に、サンジュニゼル、プラネットシュルームズ、2016年に、インペリアル、2018年には、ビルボード200チャートで28位を獲得した、ダ13王。 そして2019年には4枚目となるスタジオアルバムズーをリリース。デンゼル・レイドン・カリーは1995年2月16日、フロリダ州キャロルシティ生まれ。アーティストへの入り口となったのは小学生時代、ラップを始める前にカリーが抱いた詩への興味だった。地元のボーイズガールズクラブで周りにいた子供たちをラップバトルに挑戦していた。 マイアミにあるデザインアーキテクチャーハイスクールに2年通い、大学後はマイアミキャロルシティージニアハイスクールに通いながらノスタルジック64の制作を始める。カリーはザブレイクファーストクラブとのインタビューで子供の頃に知り合いの男性から性的虐待を受けたことを告白。ライブでのデンゼルカレー2011年9月24日、カリーはファーストミックステープ キングリメンバードアンダーグラウンドテープ1991から1995をリリース。その後スペースゴーストパープがカリーのミックステープを自身のページに取り上げ、カリーのキャリアが始まる。ミックステープリリース後、カリーはスペースゴーストパープのヒップホップグループレーダークランに加入。2012年セカンドミックステープキングオブザミスチバスサウスボリューム1。 アンダーグラウンドテープ1996をリリース。ミックステープはアメリカ人ラッパーのアールスウェットシャツや他のオッドフューチャーレコードメンバーの目に留まる。カリーのサード、ミックステープストリクトリーフォーマイ RVIDXRS はトレーボン・マーティン射殺事件後にリリース。トレーボン・マーティンはキャロルシティに住み、カリーと同じ高校に通っていた。 このミックステープのラップは2パックから影響を受けている。レーダークランの解散により、カリーはラッパーとしてのソロ活動を開始。2013年9月3日、カリーは自身のデビューアルバムとなる、ノスタルジック64をリリース。デビューアルバムでは、JK ザ・リーパー、リル・アグリー・メイン、マイク・ G、ネル、ロブ・バンクドル、スティーブン・ A ・クラーク、ヤング・シンミエ等のゲストをフィーチャーする。 2014年、カリーはデニロ・ロフェラーアのボーダウニやディロン・クーパーのアイズ・オブ・ザ・ワールドにフィーチャー出演している。2015年6月9日、カリーは WEP ・ゼル・プラネット・シュルームズをリリース。EP にも含まれていたアルティメットはボトルフリップチャレンジに使用されることが多く注目を集めた。スポティファイでは1億再生を超え、YouTube では ミュージックビデオがないにもかかわらず3000万再生を超える。2016年初のリリースはシングルのフライングニンパス。2016年3月9日2枚目のアルバムインペリアルをリリース。同年10月14日にはスポティファイでデラックスバージョンをリリース。2016年6月、2016年 XXL フレッシュメンクラスの一人に選ばれる。 2018年8月カリー2017年5月13日カリーはサウンドクラウドにヘイトガバメントデモを投稿その後イコライザーデモとゼルトローン6ビリオンフィートリルアグリーメイン2つのデモ音源も投稿2017年6月25日にデモだった楽曲も含む EP13 をリリース2017年8月18日に スカイウォーカーをリリースし、9月22日にはジューシー、J をフィーチャーするアルティメットのリミックスを含む3 2ゼルのリマスター版をリリース。13のデモ音源をリリースし始めてから3枚目のアルバムとなる t 1 3王について言及していた。13は t 1 3王のサンプラーの形でまだアルバムの発売日は発表されなかった。2018年2月28日。 エースサップハーグのクリスティに IDK と共にフィーチャー出演。コラボツアーで3月10日、オースティンで初披露。2018年3月16日には IDK をフィーチャーするアーハーを自身の公式 YouTube チャンネルに投稿。2018年4月2日、カリーは他13号からのリードシングル、スモー、全員ロゴの B21 ラジオ番組にてリリース。 2018年5月24日、セカンドシングルとなるパークスをリリース。2018年7月13日にサードシングルとなるクラウトコベインをリリースし、ダ13王は3部に分けてリリースすると発表。7月25日にライト、7月26日にグレー、そして7月27日にダークの3部。プレリリースされた3つのシングルはアルバムの全長。 スモア、ライト、クラウト・コベインは、グレー、パークスは、ダークを象徴し、3つ合わせて、ダー13王となる。2019年2月14日、カリーは、オーストラリアのラジオトリプル J のライク、A バージョンコーナーにて、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンの、ブルズ・オン・パレードをカバーし、賞賛を受けた。2019年5月8日、カリーは、ダー13王のリリース以来初となるシングル。 リッキーをリリース。タイトルは曲のインスピレーションともなった父の名前が由来。2019年5月22日、カリーは新たなシングルスピードボートをリリースし、次のアルバムズーが2019年5月31日にリリースすると発表。2019年7月15日、カリーはテレビ番組のザ・トゥナイトショースターリング・ジミー・ファロンで初のテレビ出演を果たす。 ズーからリッキーとウィッシュのメドレーを演奏し、象徴的なドレッドロックスを切ったことを見せた。ライブでのデンゼルカレー2014年3月4日、カリーの兄、トリアン・ジョンソンは警察にテーザーガンやペッパースプレーをされた影響で死亡した。ジョンソンは噛んできた犬に対して屋根からココナッツを投げていると通報されていた。カリーはこれに対して、兄は テーザーガンの影響の心配停止により死亡したと述べる。2017年1月までカリーは XXX テンタシオン、ロニー J や他の CQ メンバーとマイアミで同居をしていた。以来ロサンゼルスに住んでいる。ありがとうございます。